聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたもので、人を教え、戒め、強制し、義に基づいて訓練するために有益です。テモテへの手紙第2、3章16節。新約聖書は27巻で構成されています。また新約聖書は歴史書、書簡、預言書に分類することができます。この記録を通してこの世に来られたイエス・キリストの愛の偉大さを知り、使徒たちを通して多くの教会へ述べ伝えられていったことを見ることができます。罪ゆえに滅ぶべきであった私を救うため、この世に来られた主に感謝します。私たちがいただいた主の愛を周りの人にも伝えることができるように導いてください。